沖縄のキャンプ船で M240 汎用機関銃を発射するアメリカ海兵隊員。中機関銃は1から2人で運用する機関銃で、軽機関銃と重機関銃の中間の機関銃である。7.6251mm な投弾や 7.6254mMR 弾などの大口径の小銃弾を使用するベルト球弾式の機関銃である。多くは、 空冷式で通常中隊や大隊で運用される。軽機関銃よりも持続射撃能力、火力、安定性に優れ、銃機関銃よりも運用に柔軟性がある。厳密な定義は組織や時代によって異なり、現代では汎用機関銃と同一視されることもある。ブリトニカオンラインでは現代的な機関銃を3つのグループに分け、 そのうちの中機関銃については次のように説明している中機関銃あるいは汎用機関銃はベルト球弾式で2脚ないし3脚の取り付けが可能でフルパワーの小銃弾を用いるザミディアムマシンガンはジェネラルパーパスマシンガンイズベルトフェットマウンテッドオン a バイポッドアートリポッドアンドファイアーズフル パワーライフルアミュニション、アメリカ海兵隊では、中期艦銃について、次のように説明し、例として、M240 人機艦銃を挙げている。中期艦銃の分類には、一般的に、264、33口径の自動火器が含まれる。典型的な中期艦銃の重量は、弾薬50発を装填した状態で、25ポンド以上である。予備の弾薬、 市場用三脚、予備重心、その他のアクセサリーを含めると、中期艦重システム全体の重量はさらに25ポンドほど重くなることがある。通常、中期艦重は3名の兵士によって運用される。通常、中期艦重で用いる弾頭の重量は140から220グレイン程度である。人員あるいは、軽目標を1500メートル以内から攻撃することに、 適している。ディスミディアムマチネ群クラシフィケーションジェネラリー・インクルーズ二百六2 6 4三十三キャリバー、オートマティック・ウェポンズ、ティピカル MMG ウェーツアレ二十五パウンツオアモア・ウェンド・デッド・ウィズ五十ラウンツオブ・アミュニション、リメーニング・アミュニション、グラウンド・トリポット、スペア・バレル、アンド・アザー・アクセサリーズ・キャン・アド・アナザー十五 パウンズオアモアツゥザオバーオールエイトオブ、MMG システムズ、ザ MMG イズジェネラリーエンプロイドバイ、エークルオブスリー、AMMG ジェネラリーユージズバレッツザット、ウェイビトウィーン 140&220 クレインズ、オプティマリー、ザエアレエンプロイド、アゲンストパーソネルアンドライトマテリアルズアットレンジズ、オブ1500ミーターズオアレス、一方、 機関銃を分類する際に中機関銃という表現を用いない国もある。例えば、日本の防衛省の防衛省企画書き用語の中では、機関銃を軽機関銃と重機関銃に分け、前者を小銃と同一の弾薬を用いる、比較的軽量の機関銃、後者を比較的質量が大きく、小銃の後継よりも大きい弾薬を使用する、機関銃と定義する。また、 ム用機関銃については、二脚か三脚か銃化などが使用できる多目的用途の機関銃とされている。ありがとうございます。